あんずちゃん、おはよう。そしてぽんちゃんもおはよう。最近朝はこんな感じですね。ジャン君おはよう。ジャン君は必ずここで寝ていてくれるので、どこにいるのって探さなくていいですね。アンズちゃんはいろいろ神出鬼没なので、朝探すようなことが多いです。はい、カオリンちゃんおはよう。はい、おはようのシャーね。さあ今日はこのくらい開けることにします。もうあと、3日ぐらいで全部ここを開ける感じですね。ご飯も、あ、カリカリは少し残ってるのかな。お腹空いてる時のシャアですか、うん、はいはい、かおりんちゃん、シャアじゃなくてニャーがいいな。はい、どうぞ。ちょっと魚ちゃん目に、はい、綺麗なお顔に、どうぞ。目やにがついてるから撮りたいよ。目やにが撮りたいな。よいしょ、はい、どうぞ。はい、どうぞです。かおりんちゃん、どうぞ。歩けないし、寒そうになっちゃうんですけど。アンジュちゃん、アンジュ、アンジュ、うん、いいな。アンジュちゃん、カオリンちゃん、これはいかがですか。伝説のブラシ、これは長年にわたってですね、また旅の匂いが少し残っているはずなんですね。うん。そうですよ。ご飯だよ。うん、嬉しいね。はい、ご飯です。なんでお腹が空いててご飯が来て嬉しいとシャーが出るのかな。嬉しいです。お腹空いたです。はい、どうぞです。カオリンちゃんもジャン君と同じでね、喋る言葉がシャーしか知らないんだね。指舐めました。どうぞ。
はい、どうぞ。おいしいよ。どうぞ。チュールをちょっとだけトッピングしてみました。うん。うん。おいしい、おいしい、おいしい。お姉ちゃんと同じ食べ物かな。アンズちゃん、自分からケージで遊んでみたらどう？あそこは別に閉じ込められる場所じゃないんだよ。カリも行たくね。はい、カリカリも来たぞ。ぽんちゃん、ご飯できましたよ。ぽんちゃんね、ぽんちゃんの好きなポッピング買ってきたよ。今入れたくて。じゃんけん。